こんにちは、速稼塾の久保です。ちょっと薄暗い中をお送りしますけども、まだね深夜4時ですから無理もないです。まあ私はいつもこの時間に起きてこっそりとねラーメンを食べるんですけども、今日はですねセブンイレブンに行くとひときわ目立つラーメンのコーナーで3つあるんですよね。高級ラーメン、高級インスタントラーメン、その3つをちょっと紹介していきたいと思いますね。まず1つがこの一風堂ラーメンですね。もうおなじみですよね。これは皆さんよくお見かけするところだと思います。確かね270円ぐらいだったと思います。そして先日も紹介しました札幌の濃厚味噌すみれですね。今日はこちらをちょっと分解していきたいと思いますけども、その前にですねもう一つあるんですよ。これ何ですか？山頭火って書いてるやつですね。これ何て読むのか未だにわからないんですけども、山頭火さらにこの味店味ということでございます。セブンイレブンにはねこのように3つの300円近くするカップラーメンがあるわけなんですけども、今日は前回に引き続いてすみれの方をねもうちょっと詳しく掘り込んでみたいと思います。それでは、はい、すみれなんですけども北海道の、札幌濃厚味噌味になってます。そぼろがいっぱい入ってねメンマがあってネギがあると。でスープはこの3種類が入ってますね。まずは火薬と言われるこの粉ですよね。ここに、まあ、そぼろがお肉とかねネギとかが入ってるわけですね。で液体スープがあります。これはですねお湯を注いだ後にこの上に置いておいて重りにするのと同時にこの中のゲル状のねスープが溶けるのを待ちます。温まると溶けるんですよ。もう一つ粉末スープっていうのが入ってますけども、これが美味しさのまあなんていうんですかね秘密ですよね。この中にシャシャシャと入れてお湯をかけるということでございます。で麺なんですけども、まあ手のひらに乗るサイズなんですが、結構食べ出があってシコシコしてね腹持ちがいいわけなんですよ。これが美味しさの秘訣なのかなと思います。はい、で私の場合はキッチンバサミで粉末スープをねこうやって切ってですね、もう一滴残らず残さないようにこの中に入れちゃいますね。こういう感じですね。見えます？で火薬も、これ火薬をね麺の下に入れる方もいるんですよね。こういうふうな形で美味しそうですよね。でここにお湯を注ぐ形になる。はい、この鍋でですねお湯をこうやって、おお熱いんで気をつけながらね。でさっきの液体スープをこの上に置くという形になるかな。こうやってこれが溶けるんですよね。はい、そろそろ5分経ちましたんでちょっと開けてみようかなと思いますね。液体スープがほぐれていたら、お液体になってる、ちょうどいい感じじゃないですかね。パーッと開けてみますね、元気よく。はい、でハサミで切ってこれをジャーッと流し込みます。おっとスープがいい香りを演出してくれますね。でやっぱりね麺とこう絡めるためにこうやって混ぜちゃったりします。麺がねやっぱり固めなんですよね。シコシコというか硬いというかシコシコする感じなんですよ。うん、非常にコシがあってね、これが味噌とそぼろに絡んで美味しいんではないかなと思います。前回このすみれを紹介した時もコメント非常にね多くいただきまして、ファンが多いんだなと思いました。私の好みとしてはね一風堂の方が好きなんで星1個上にさせてもらいましたけども、何を隠そうこのねすみれだってねすごい美味しいんですよ。うん、ぜひねすみれ派なのか、それとも一風堂派なのか、それともねもう一種類のなんですかね頭火なんとかみたいなねラーメンありました。あれちょっとねよくわかんないですけど次に特集しますね。はい、というところで実食に移ります。すみれ、前回というか昨日か、昨日も美味しくいただいたんですけども、今日も美味しくいただけると思います。こちらの、ね、耳がね中耳炎で、要するに耳の中におできができている状態なんですよ。ですんでちょっとねこれ噛むたんびに痛かったんですけども、今日はね幾分楽ですね。だから昨日よりもすみれの味を楽しめると思うんですよ。嬉しいですね。いただきます。黄金の味噌、そしてこの麺がキラキラ輝いてますね。いただきます。うん、うん、実はね私の速稼塾の中にも北海道の塾生さんが十数人いらっしゃるんですけども、ラーメン屋を経営してらっしゃる方もいてね、
あ、だから前回北海道のオフ会に行った時にそのラーメン屋さんにお邪魔してね、いただいたんですよ。いや、美味しかったですね。その節はごちそうになりました。ありがとうございます。美味しい。うん、これね、スープを飲んでもらいたい。残さず飲めると思います。うん、うん、やっぱね、日本の食って何が美味しいかっていうと、こう即席麺ですね。インスタントラーメンの研究開発費がむちゃくちゃ使われてるんじゃないですか。うん、すごく美味しい。あのミスター M さんっていうね、速稼業の熟成さんはザイグルで焼肉を食べるところをよく紹介してくださってるんですけども、まあ速稼塾グルメレポートができそうですね、これでね。うん、ありがとうございます。もう最後までいただきます。今日は美味しいスミレ。